願書生産では育苗や栽培、移植にかかる作業はほぼ手作業で、腰を曲げた姿勢が長時間続くため労働負荷が大きい作業です。そのため生産現場では省力・軽量化による生産性の向上が大きな課題となっています。そこで本研究では省力・軽量効果の高い高接溶液育苗システムの開発に取り組みました。装苗作業の軽量化のため立位で栽培できる高接溶液育苗システムを開発しました。その結果腰を曲げる姿勢がゼロになり作業時間は 12% 削減できました。従来の自動子育苗のようにしゃがみ込んだ姿勢での作業がなくなり軽量化に役立ちます。またさつまいもの生育に適した培地を、明らかにしたことにより、苗の生産が安定してできるようになりました。高接溶液育苗システムについては導入コストがかかるため、さらなる低コスト化をしていきたいのと、それと導入効果、それについてさらに周知していきたいと考えています。従来はさつまいもの苗を取るのは土耕といって土 のところに植えてたので非常に低い位置で植えてたので腰も痛いし、私みたいに猫背の人はものすごくなんか痛かったんですけど、新しいこの装置はちょうど目の高さにこうつるが降りてくるんですよね。だからすぐもう切っとったらいいだけなので非常に楽です。それともう一点、肥料をやったり水をやったりっていうのが従来の土耕でしたら時間計って日にち計ってやってたのが、適度な時間に肥料と液肥と水がいってるのでそれもしなくていい。ただもうつるを切りに行ったらいいだけ。非常に省力的やし体は楽だし、ものすごいありがたいです。はい、女性で娘とかパートの女性とかで農業してますので、できるだけ楽に農業を経営したいっていうんで、機械開発されたら即導入するっていう生き方できましたので、それで今までこの年まで農業が継続できてたので、皆さんにもぜひ普及してちょっとでもこの徳島の鳴門金時というブランドを継続して作っていただきたいなと思ってます。